んざいなれ、皆さんお元気ですか？今日はですね、これからオットスタン人の仕事にくっついてヌブラ地方というところへ出かける予定なんですけど、朝起きて荷物を車に詰め込んで出発って言ったところで、あ、なんかバッテリー上がっちゃってるやとかなって、車が動かなくって、今スタン人がバッテリーを買いにバイクでちょっと出かけたとこなんですけど、一体どうなるんでしょうか。待っているところです。しかもなんか今日すごく天気が悪くて、あの途中でカルドゥンラ、カルドゥン峠っていう、標高5000メートルを超える峠を通るんですけど、そこがなんかむちゃくちゃ雪降ってんですよね。で、なのでちょっと別にあの冬タイヤとかでもないので通れんのかなとか、いろいろちょっと出発前から不安な感じで家で待機中です。結局バッテリーは手に入らず、近所の人に車を押してもらってエンジンをスタートさせました。こんなんでヌブラにたどり着くのかな。カルドゥンラまで到着してない途中の道なんですけど、山頂ですごい雪が降ってるみたいで、多分状況が良くなるまでなんか道路が閉鎖になってるみたいです。車もみんななんかチェーンをつけ始めてますね。うちチェーンないんだけど、今日行けんのかな。おはようございます。今日は2回目のトライです。数日置いて、やばい、道路がまだ雪でガタガタです。冬タイヤなし、チェーンなし、 4WD でもなし、いけるでしょうか。またなんか車がスタックしてます。普通はヌブラまで5時間ぐらいなんですけど、もうこの調子だと何時間かかるのかな。救助に行ったスタン人が戻ってきました。到着しました。宿泊はフンダルというところに泊まっています。スタン人は早速仕事に行ってしまったので、一人でちょっと村の中を歩いています。村のあっちこっちにマニがあって、なかなか雰囲気のいいところです。明日はこちらに見える
フンダルコンパに行ってみようかなと思っています。ちでー、おはようございます。フンダル1日目です。本当は今日は崖の上にあるゴンパに登ろうと思ってたんですけど、朝ちょっと風が強くて気温もちょっと低めだったので予定を変更して、今からラクダに会いに行こうと思います。いるかな。フンダルはすっごい小さい町なのに、ゲストハウスやキャンプサイトが溢れすぎています。完全に供給過多。フンダルはなぜか砂漠があるせいかテント泊がすごく有名なところで、今これも骨組みしかないんですけど、こんな感じでテントに泊まれるリゾートサイトがいっぱいあります。どうでもいい話を一つ。さっきここを通った時にスタンジンがこの真ん中にある雪のかぶった山を見て、あの山可愛くねって言ったんですよね。はぁって、私山に可愛いって使ったことなくて、どういう意味って聞いたら、先が尖ってなくて可愛いと言ってました。なんかね、感覚の違いを感じ、可愛いですか、どうですか。もうフンダルの村からだいぶ歩いてきました。スタンジンの可愛い山で、周りもだいぶ砂漠になってきました。もうそろそろラクダに会えるかな。ここではあんな風にキャメルライドをするのがお決まり。鳥取砂丘みたいな感じですかね。あったかそう。下のお座り、かわいい。きれい。あ、私ラクダだったらこれだ。カラビナはラクダにも使えます。かゆい。お腹寒そうだな。あ、足もちょっと寒そう。剥げちゃった。さて今日はやっと天気がいいので、あそこにあるゴンパまで登れるかな。ここがスタート地点です。ゴンパはズン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 、わかるかな、このどんだけ急なところに立ってるか。頑張って行ってみます。
すごい、フンダルの村が。昨日のラクダはあっちの方かな。もう絶対転がり落ちたくない絶壁です。ルンタが綺麗な場所を見つけたので休憩です。あーしんどい。もうちょっとかな。これはコンパじゃなくてストゥーパです。もうちょっとかな、頑張ろう。え、あれじゃない？さっきの休憩ポイントからすぐでした。やったー。残念ながら中は閉まってたので扉の外からお願い事だけしました。ゴンパは通り過ぎたんですが、まだ道があるのでちょっと進んでみようと思います。むしろなんかこれがゴンパなんじゃないの。裏側に回ってきたところです。そしたらなんかね、あそこになんかあるんだよな。ここまで来たら行ってみるか。縦に分かれておる。こっちとこっち。確かスタンジンがゴンパ見るときは時計回りに回るんだよって言ってたような気がするので、こっちに行ってみようと思います。なんだろう、足場はどれだ。こっちかな。よいしょ。いやいや、これは何なんだろう。中に仏様とかいるのかな。影がかってるな。後でスタンジンに聞いてみよう。やばい、ここてっぺんだ。多分今ここが今日の最高地点です。ここでしばらくぼーっとしたらあとは山を降りようと思います。風の音がなくなったら何の音もしないです。めっちゃ静か。なってた最後の一個の建物も来てみました。ダメだ、ぐるっと回りたいけどちょっと怖い。反対側から回ってみます。おー怖い。
足場がね、ないのよ。もう断崖絶壁なの。ああ、怖い。よいしょ。いや、これどこが正面ってわけでもなさそう。つとも壁こんな感じですね。これも後でスタンジンに聞いてみよう。なんとか無事に下まで降りてこれました。すぎて一人ファイト一発みたいな感じで、もう多分滑り落ちて死んだら誰も見つけてくれないと思ったので、ゆっくり慎重に降りてきました。でもあんな高いところまで登って、多分夜膝はカクカクだけど、いい一日になりました。見て見て、すごい石にですけど、お経とかこれとかすごい綺麗。じゃらん。こちらは風で回るマニ、いいアイデアですね。